パーチェックしたかったんですオンラインの。あ、そう。でもあの Xbox と PS5。よし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 。来た一番いいやつ。待ってピケディバラに負けたらもう無理だって競り合い。いやーずるいだろそれ。はっ。やべ。大丈夫大丈夫。ルパスこれ。今のルパス Vlog で P 入れないと。今の P 入れないと俺。ウィル勝てなかった。いや、常に電波出てるやつだったから。地獄だった。か落とすかつけとくかどっちかだよ。いやそうなんですよ。俺すぐスタンバイにしよう。初めて遊んで。自分自身がサッカーをしてたので、サッカーゲームはすごく楽しかったので、それでやってたのが出会いで、でプレフォーにも友達内でちょいちょい触れながら、でアプリが出てから、全然ボコボコにしてもらって大丈夫。いや、緊張します。めちゃめちゃ点差つけてください。もう全然もう何点でも言っちゃってください、俺に。たぶん、ちょっと自分がやってるより明らかになんかスムーズに動いてる。おおアンデルソン・ロペス中国移籍にするか。どこの選手ですかアンデルソン・ロペスは。アンデルソン・ロペス札幌ですけども中国移籍するって言われてますね。今こうやっぱ強いですね。止めれませんね。カーソル当てるのむずくない先輩にそれ無理ですね。なんかでもあるんでしょ当てる方法は。当てる方法、いや、あ、まああるんですかね。俺もそこら辺わかんないですね。わかんないんで、俺もセンターバックじゃなくてフォワードで守備いってるんで。PS4 じゃなくて、新たその辺でもあかんベガルタセンター薬物を見く。おぉベータ版の止め方だね。ベータ版です。キーパー出して。ビエラが。おぉまいりました。すごかったです。楽しいな見てんのアプリ。日曜日です。今日はですね、また三ツ沢球技場行くっていう、もう2週連続しかも。ちょうど1週間経ったか日曜日だしすごいよね2週連続ここ行くと思わなかったわでなんで今日ここ行ってるかっていうとあれですねかまたまあるさぬきで働いてる専門学校の時の友達がいてでかまたまあるさぬきが今日横浜 YSCC J3 のとこと試合でちょうど三ツ沢に来るらしくてその友達に久々にめちゃかんちゃった久々に会いに行こうかなと思います。そしてついに今週1回も運動してる動画なかったっていうまあでも結構駅から歩いてるんでこれも運動って捉えてくれたらこれは運動している往復30分歩いてるんで、まあ、ウォーキング30分ぐらいしてるって考えたら捉え方によるでしょう運動してるかしてないかは。トリマ友達と楽しんで帰ってきましたって言ってももう夜中の3時なんですけどねまあもう TP 終わってなんかちゃんとなんか閉まってないなと思ったんでまあラスト体重をね測って
ちゃんと先週より痩せてるかっていうのをね、ちゃんと見て終わりたいなと思います。前30点じゃないよ、60.6 なんで、それ以下までいってれば俺は来週もまたたくさん食べるよ。いきます。はい、はい、頼む。あ、いやちょっと待って、マジか、ちょっと待って、いや待って、これね、やりようによっては多分もうちょっと下げれるな。ちょっと iPhone 持つの良くないね。 iPhone の重量で多分 0.2kg 増えてると思う。ちょっともう一回、もう一回別で。ちょっと待ってください、まだ俺は諦めないよ。うん、俺は痩せて絶対にラーメンを食べるよ。うん、いや別にね、食べてても痩せてれば別に文句はないはずですからね。だって痩せてるんだから。服の重量舐めたらあかん、測ります。絶対痩せる、絶対痩せるよ俺。頼む。お、はい、勝ちました。 60.3 でございます。はい、はい、勝ちました。あ、ミスした、ダメだった。ということで、新た、君は来週もたくさん食べていいよ。だって痩せてるんだもん。まだまだ俺は伸びしろがある。だって運動してなくても痩せてるんだもん。しかもたくさん食べてるけど。とりあえずまあこんな感じで今週は終わりたいなと思います。まあね、毎週少しずつね、60、多分この調子だったら60切れるでしょ。うん、とりあえず今週はこんな感じで終わりますか。来週も俺の食べログ期待しておいてください。それではじゃあね。